私はパニコ。夫のカズマと結婚して3年目。子供にも恵まれ、幸せな生活を送っていました。私はもともとのんびりした性格だったので、結婚してからというもの、できる限りカズマの指示に従いながら日常を過ごしていました。そんなある日のことでした。パニコ、明日は5時に起こしてくれ。え？明日は朝一で終わらせなきゃいけない仕事があるから、後輩よりも早く会社行きたいんだよ。うん、なるべく頑張るね。でも、もしかしたら起きられないかもしれないの。私いつも6時に起きてるし。だから念のため自分でも目覚まし時計をセットしててね。はあ？朝起こすくらい簡単じゃないか。あのね、子供の夜泣きで夜の睡眠が細切れなの。だからどうしても寝ちゃうと起きられないことが多くって、分かってほしいな。ちったく、子供と遊んで過ごしてるだけのくせに仕事してる俺によくそんな言い訳できるよな。カズマはそう言って舌打ちをしながら寝室に入り、ふて寝をしてしまいました。翌日、私の不安は的中し、子供のひどい夜泣きで細切れ睡眠だったため、どうしても起きられず寝坊してしまったんです。はっと気がついた時には、すでに5時半。慌ててカズマを起こすと、カズマは大声で私に怒鳴りつけました。なんだよこの時間、お前は朝起こすことすらまともにできないのか。本当にごめんなさい。でも私お願いしたよね、起きられないかもしれないからカズマもアラームしててって。何言ってんだよお前、子育てしかしてないだろ。俺は仕事してんのぞ、誰のおかげで飯食えると思ってんだよ。ごめんなさい。でもなんだよ、自分のミスを俺のせいにすんのかよ。違うの、そういうことじゃなくて。もういい、役立たずにはもう頼まない。カズマはそう言って急いで家を飛び出していきました。毎晩夜泣きする子供の面倒を見ている私にねぎらいの一言もなければ、子供をあやしてくれることすら一度もありません。それからもカズマの態度はひどくなる一方でした。私が失敗をすれば舌打ちしたり、ニュースを見ているとお前なんかがわかるような問題じゃないと言ってきたり、気に食わないことがあると1週間くらい無視してくるようにもなりました。私は生活費を稼いでくれているカズマに何も言い返すことができず、ただただじっと我慢していました。時には涙を流すこともありましたが、カズマはそんな私を見て、ああめんどくさいと冷たい一言を放ち、ゲームやテレビに逃げてしまいます。そんなある日、私は思い切ってカズマに聞いてみることにしたんです。ねえカズマ、最近私に対して冷たいよね、どうしちゃったの。はあ、そんなことないだろう。でもでもじゃねえから、なんでもないから。なんでもなくないでしょ、私にひどいこと言ったりいろいろ。ああうるせえ、イライラする。じゃあ言ってやろうか。カズマ、お前見てるだけでイライラすんの。お前が失敗ばかりを繰り返すから、だから俺が教育してやってんだよ。教育？無視したり冷たくするのは私のためっていうの？それ以外に理由なんかないだろう。俺気づいたんだよ、後輩とかの結婚話聞いてるとさ、お前がどんだけできない嫁なのかってことが、なんか俺だけ外れくじ引いちゃったって気づいちゃったわけ。そんなひどい。後輩の奥さんができるんだぞ、お前よりも年下なのに。ならお前もできるはずだろ、どうしてわかんないんだよ。それは人それぞれ違うんじゃないの、そんな完璧になれないわよ。ああやっぱり、ほらな、お前に言ったって理解できないって分かってたんだよ。だから今まで言わなかったのに、言ったってどうせお前はできないんだからさ。そんなこと言ったって。ほんとイラつくんだよお前、俺に食わせてもらってんのに、お前は何にもできねえじゃん。もっと完璧な妻になれないならさっさと俺と離婚してくれ、俺にはそんな妻は必要ない。ちょっと待ってよ。私はカズマが寝た後、子供を抱きながら一人でリビングでひたすら泣きました。子育ても家事も頑張っていると思っていた私、結局は自己満だったのかなと思うと、辛くて仕方ありませんでした。翌日、カズマは私と目も合わさず、一言も口を聞かずに会社に向かっていきました。
私は誰かにこの気持ちを聞いてもらいたくて、姉のパネーに連絡することにしました。ねえパネー、ちょっといい？あら、どうしたのよ。実は聞いてもらいたいことがあってさ。え？私はパネーに事情を話すと、パネーはすぐに来てくれるとのことで、うちにパネーが来てくれました。パニコ、あんたはできない妻じゃないよ。子育ても頑張ってるじゃない。でもカズマは、正直言わせてもらうけど、どっちかというとカズマくんの方ができない夫じゃない？家事もパニコにさせっぱなしで、子育ても全く手伝おうとしないじゃない。それでよくパニコのこと責められるわね。そうかな。そうよ。パニコ、そんなやつは離婚して正解よ。でも離婚話したら真剣取られちゃいそう。そうならないために作戦を練らなきゃ。私は姉にそう言われ、離婚に向けて行動し始めることにしました。カズマと離婚するには証拠集めが重要だと姉が言っていたので、私はそれからカズマに何を言われようと耐えながら録音することにしました。カズマは相変わらずで、私に罵声を浴びせてきました。そして準備が整ったある日、私はカズマがいつものように私を罵ったそのタイミングで離婚届を突き出してやりました。なんだよこれ、離婚届ってなんだよ。離婚してあげる。はあ？カズマが言ってたよね、離婚しろって。だから離婚してあげる。本気で言うわけないだろ。そんなこともわかんないのかよ。わかんないわ。私頭悪いし完璧な人間じゃないから。カズマは私がそんなことを言うと思ってなかったのでしょう。かなり驚いた表情でした。そんなカズマに私は続けて書類を突き出しました。カズマは一瞬びっくりしていましたが、その書類に目を通すと、みるみるうちに顔が真っ赤に。慰謝料？どういうことだよ。あなたに慰謝料請求するから。慰謝料って？俺は浮気なんかしてないぞ。慰謝料を払うのは浮気の時だけじゃないのよ。どういうことだよ。カズマがこれまで私に言ってきた発言がこの録音機に入ってる。これを聞けばわかるのよ。どれだけ私という人間を否定し、蔑み、ひどい扱いをしてきたのかが。だから慰謝料を払ってもらうの。もちろん親権も私。そんな。私がこんなことを言うと思ってなくて驚いた。そりゃそうよね。私は今までずっとカズマに言いたいこと言わなかったから。でもね、気づいたの。他の夫がどれだけいい人たちなのかじゃなくて、私の夫がどれだけクズだったかって。私ハズレくじ引いちゃったんだって気づいちゃったんだよね。パニコ、冗談だよな。俺は離婚なんてしないぞ。私はするから。ね、待ってくれ。俺が悪かった。謝るから離婚だけは。あなたがそうやって離婚したくないのも、離婚したら後輩たちより劣ると思ってるからでしょ。私はあなたの道具でもないし、家政婦でもない。自分の尻拭いは自分でしなさいよ。子供じゃないんだから。パニコ。あー、うぜ。パニコ、この際だからはっきり言わせてもらうわ。あのさ、お前さ、俺は仕事してるんだぞって天狗になってたけど、仕事は多くの人がしてるから、お前だけじゃねえから。しかも仕事してるって自慢してる恥ずかしいやつ、お前以外に誰もいねえから。なんだと。大した稼ぎもないくせに仕事してるって威張ることじゃねえっつってんだよ。他に何か自慢することねえのかよ。どうせ仕事しかできねえんだろ。だったらいちいち文句言わねえで黙ってやれよ。人間が小さいんだよお前は。それからな、子供の夜泣きに一回も付き合ったことねえくせに、朝5時に起きられないとか、お前の方がクズだから。仕事以外何にもしてねえだろうがよ。それで朝も起きられないってどんだけ役立たずなんだよ、このデクノボが。しかもめんどくせえんだよ。いちいちやることが回りくどいんだよ。私への教育？ふざけんな。仕事以外何もできないやつから受ける教育なんてないわ。寝言言うのも大概にしろよ、この野放しが。あー、イライラする。
お前のこと見てるだけでイライラするんだよ。その面見てると、ほんとどんだけ使えない男と結婚しちゃったのかよくわかるわ。私にはそんな夫いらないから。てか、それまで離婚だって騒いでたくせに、いざ突き放そうとすると泣くとか、そんなチキン野郎もうごめんだから。私は離婚の意思を変えるつもりないから。絶対に離婚するし、慰謝料もどんなことをしてでも払ってもらうから。私がそう冷たく言い放ち、泣くカズマを残して出て行きました。その後、私はカズマと無事に離婚、子供と一緒に実家へと戻りました。慰謝料もしっかり払ってもらい、カズマは一人寂しく暮らす生活となりました。平和な生活に戻ったと思ったのですが、離婚して1ヶ月後、買い物から帰ると家の前にカズマがいたのです。カズマは私のことを見つけるとすぐに駆け寄ってきました。パニコ、助けてくれ。俺、あの後会社を辞めさせられたんだ。両親にも縁を切られて、俺、その悪かったって思ってる。お前に慰謝料も払ったから、金もなくて家賃も滞納してるんだ。だから俺とやり直してくれないか。は？自分で何言ってるか分かってるの？情けない。今度は別れた元嫁に食わせてくれってか。自分勝手なこと。じゃあ養育費だけでもストップさせてくれ。いいわよ、別に払わなくても。その代わり、正式な文書で後から一括で請求させてもらうけど。父親なんだから養育費は払う義務があるのよ。今払えないなら後でまとめて請求してあげるわ。バニコ、待ってくれよ。ああ、ちなみにだけど、これ以上私たちに近づいたら警察にストーカー被害で被害届を出すから。そんな、考え直してくれよ。うせろ。私はそう言って家の中へ入りました。カズマはその後、実家の周りをしばらくうろついていましたが、近所の人が不審に思ったのか、警察に通報され声をかけられていました。見るからに怪しかったですもんね。カズマはその日以来、うちに近づいてくることも私に連絡してくることもなくなりました。後日、風の噂で聞いた話によると、どうやらカズマはボロアパートでコンビニのバイトをしながら過ごしているそうです。私はようやく本当の平和な生活を手に入れることができて、毎日が幸せです。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。